はい、皆さんおはようございます。サンシャイン丸村です。現在私はこちら阪急電車の箕面駅の方に来ております。本日はダイヤ改正でなくなる箕面線直通の普通大阪梅田駅に乗ってみたいと思います。実はこの列車って歴史を遡っていくと結構阪急電車と深いつながりというものがあるので、それもね徹底して解説していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、時刻表をね見ていただきたいと思うんですが、この6時と7時台に四角で囲われている列車は8両編成で運転されます。それ以外はね10分間隔とかかなり高頻度運転をされているんですが、全て4両編成の列車で運転されます。ちなみに土曜休日はねこの8両編成の電車は来ないので結構ね視線感が強いんですけれども、この8両編成がこの視線に乗り入れるっていうのはなんかすごい大きな車両が来たなというような感じがありますよね。それでは改札に入っていきます。はい、駅の案内表示見ていただきたいと思うんですが、ほとんどの列車っていうのが石橋阪大前駅なんですけれども、一番下大阪梅田って書いてるんですよね。いや1日2本しか来ない大阪梅田駅、箕面線沿線の人にとってはね乗り換えなしで乗れるのでね結構重宝されているのかなと思います。はい、本日乗る車両が入線してきました。本日乗るのは阪急ではおなじみの顔となった線形車両です。ご覧のような8両編成の 3VF インバーターの車両っていうのはこの朝の時間帯にしか見れない非常にレアな光景となっています。特に1000系や9000系が来たら大当たりだと思ってください。8000系や7000系、6000系などは4両編成の車両として箕面と石橋阪大前の区間を何十往復もしているので、結構箕面線の支線運用のに乗れば結構高確率でそれらの車両に乗れます。いやそれにしても誰も乗っていない車内、やっぱねテンションが上がりますよね。はい、列車入線してきました。車両ナンバーがね1010ということでね、なんかロゴが合わせがいいですよね。いや見てください、このね8両編成の車両がこの箕面線に入ってくるのって本当1日2本しかないのですごいレアな光景です。特にねこの線形とかっていう 3VF インバーターの車両ももうダイヤ改正以降はねもう見られなくなると思うと非常に寂しいですね。ではこれに乗って大阪梅田まで乗り通します。ご覧ください、車内の案内 LCD には箕面線の駅が表示されています。この光景が見れるのは非常にレアです。特にこの箕面線の駅がね車内案内 LCD に表示されているとテンションが上がります。各駅停車大阪梅田行きです。車内ではマナーを守り快適な車内環境づくりにご協力をお願いします。いや箕面線の駅で大阪梅田行きっていう放送が聞けるのってね非常に違和感があります。これも面白い。電車は箕面駅を出発しました。いややっぱり箕面線って阪急の中では支線扱いなんですけれども、支線に8両編成が乗り入れるのは阪急だったら千里線と今津北線のみとなっているのでなかなか面白い光景です。いややっぱり普段4両編成の車両しか来ない線路をね8両編成の車両が走っていく光景、これもね非常にテンションが上がる光景です。お待たせしました、ご乗車ありがとうございます。各駅停車大阪梅田行きです。次は巻落ちです。はい、ご覧のように自動放送が流れたわけなんですが、支線の車両にも一応自動放送設備は搭載されているんですが、大阪梅田とか線形の車内で箕面線が聞けの駅が聞けるのがテンションが上がります。そして電車は最初の停車駅巻落駅に到着しました。巻落って駅名もなかなか面白いですが意外と難読駅名ではないんですよね。いや見てくださいよ、この大阪梅田駅にね乗るために多くの人が待っています。いや箕面線からねダイレクトに大阪梅田に行けるということで、やっぱ沿線の方にはね非常に重宝されている列車であることが読み取れます。そして電車は桜井駅に到着しました。この駅からも大阪梅田駅に利用する人は結構いらっしゃいますね。いややっぱりこれだけ見るとやっぱり大阪梅田駅って箕面線沿線の人に愛されてるなと思うんですけれども、なんかダイヤ改正で配信するのはもったいない気もしますが、それは僕だけでしょうか。
そして反対側からはこの列車の次にの大阪梅田駅の運用に入る列車が回送列車ですね。どうすれ違います。車両は8000系でね、なんと8000系でもね、かなりレアな部類の H マークがついた編成となっています。電車はこれから石橋阪大前駅に入線していくわけなんですが、これがこの列車の見どころとなっています。どういうところが見どころかっていうと、この列車1日2回しか入らない線路に入線するんですね。箕面線の石橋阪大前駅の列車っていうのは右側の東端式ホームに入って、ここと箕面駅の間をずっと往復してるわけなんですが、この梅田駅に直通する列車っていうのはこの急カーブを曲がったところにあるホームに入線するんですね。しかもここ8両大量なのですごくないですか。しかもこのホームっていうのは大阪梅田駅の列車でしか使うことがないので非常にレアなホームとなっています。現在はね1日2回しか使われないホームということで、ね、非常に利用すること頻度が少ないホームとなっています。ちなみに反対側のホームは営業列車そのものがないため誰も利用することがない幻のホームとなっています。いやこれってね、なかなか深掘りしていけば面白いですよね。そして先発の準急大阪梅田駅が出発していきました。宝塚線もね、朝の時間帯って準急あるんですね。京都線だったら準急いっぱい走ってるんですが、神戸線とか宝塚線だったら準急はレア種別となっています。そして電車は石橋阪大前駅を出発していきます。いやー、やっぱりこの急カーブ、急ポイントを曲がって宝塚線に入る、これもね1日2回しか見れないレアな光景なので非常に面白いですので、ちょっとノーカットでご覧いただきたいと思います。いや、やっぱりこのカーブをギーって曲がる音、やっぱりこれもね、やっぱすごいテンションが上がりますよね。実はこの箕面と梅田の列車って歴史があるってさっき言ったと思うんですけど、なぜかと思いますか。実はこの大阪梅田箕面行きの列車っていうのは阪急電車が開業した1910年から存在するんですね。阪急電車は最初梅田から箕面と宝塚に路線展開をしていて、結構箕面と宝塚とかそれらの沿線っていうのは阪急の中でも結構歴史が深いところとなっています。まあ詳細はね別の動画で解説したいと思います。電車は蛍ヶ池駅に到着しました。この駅では大阪モノレールと乗り換えすることができます。大阪梅田から伊丹空港に行くときっていうのは2つの乗り物の手段がありまして、まず1つがリムジンバス、そしてもう1つが鉄道なんですが、鉄道で非常に便利な方法っていうのが阪急で蛍ヶ池駅まで行って、ここで大阪モノレールに乗り換えると非常に便利に行くことができます。そして今通過した踏切なんですけども、すごいね裏話があるんです。なんとねこの踏切、個人の家につながっている踏切があるんですよ。すごくないですか。そして電車は豊中駅に到着しました。豊中駅はね結構宝塚線の中でも利用者が多い駅となっています。ご覧のように1面2線の島式ホームになっているんですね。宝塚線の駅っていうのはご覧のような1面2線の、ね、ホームっていうのがね結構多く存在します。豊中駅は全ての種別が停車します。急行とかだったら豊中駅を出ると次はね重曹まで止まらないんですが、この急行も面白いのでまた別の動画でね徹底解説したいと思います。そして豊中駅を出発するとね、右手には謎のね線路があるんですが、ここはね引き上げ線となっています。朝の早い時間とかだったら列車が止まっているそうです。そして電車は曽根駅に到着しました。曽根駅はね待避設備を備えた2面4線のホームとなっています。この駅は準急は止まるんですが、先ほども言った通り急行やね特急などの優等種別は止まらないんですよ。いやそれなのにもねご覧のように立派な駅などがあるっていうのはねすごいと思います。いやこれを見るとね高槻市駅とか茨城市駅みたいな感じで特急も止まるんかなと思ってたらそうではないんですよ。いやこれもね宝塚線の魅力なのかなって個人的には思います。それ以外にもねあるんですけどね。この曽根駅で後から来る通勤特急大阪梅田行きの通過が見れるということで、ね、車内から見ていきましょう。通勤特急は川西の瀬口から梅田行きの列車しかない、なかなか面白い列車となっています。あ、車両が来ましたね。この列車も10両編成となっていまして、宝塚線の中では長い列車となっているんですが、宝塚線からも10両編成の車両はダイヤ改正でなくなります。
そして電車は服部天神駅に到着しました。皆さん左手注目してください。なんとね、この駅も駅の中に木が植えられています。いや、すごくないですか。京阪の茅島駅とか、なんか関西の鉄って意外と駅の中に立派な木が植わってるなという印象があります。意外とね、この服部天神駅からも利用者は多いですね。梅田に近いということが、まあ、理由だと挙げられます。そして電車は湘南駅に到着しました。こちらも、2名4線の駅となっていて、待機設備を備えた駅となっています。この列車はそのまままっすぐ入線していったんですが、列車によっては左側のホームに入線して後から来る優等種別を抜かすという光景を見ることができます。しかしね、昼間はね、そういう光景は全く見られないので、結構ね、そういう端っこのホームってね、あまり使われてない気がします。電車は三国駅に到着しました。実はね、この駅ってあるファンの聖地となっているんですが、誰のファンの聖地か皆さん分かりますか？正解は歌手の愛子さんの聖地なんです。なぜかっていうと、愛子さんの曲の中に三国駅っていう歌がありまして、今聞いてみたんですが、結構バラード調の曲で、三国駅の周辺のことを描いた曲だなと思いました。そして電車は十三駅に到着しました。この駅に来るとね、京都線、神戸線の車両が合流してね、阪急の中でも一番華やかな、ね、区間となってきます。この大阪梅田寄りのホームにはホームドアが設置されていますね。このホームドアもね、一応さっきの10両編成の通勤特急にも対応したようにはなってるんですが、ダイヤ改正後はどうなるのか、ちょっと展開が気になりますね。そして電車は十三駅を出発したわけなんですが、左側見てください。京都線の9300系の普通列車とね、並走していきます。果たしてね、どっちが先に大阪梅田駅に着くのか勝負をしていくわけなんですが、まあ結果はね、個人的には分かるんですが、まあ勝負の光景を温かく見てください。それでね、右側に神戸線が来ればね、さらに良かったんですけど、運悪く神戸線のシェルは来ませんでした。先にね、淀川の鉄橋に差し掛かったのは宝塚線の車両です。いや、宝塚線の車両はね、京都線の車両に勝ってますね。はい、この鉄橋ね、見ていただいたら分かると思うんですが、なぜかね、京都線の線路だけ鉄橋がね、高く作られています。この理由は知ってるんですが、話すと長くなるので別の動画で解説します。そして電車は中津駅に到着しました。中津駅は宝塚線と神戸線にしか駅がない、阪急の中でも非常に面白い駅の中の一つです。しかもね、ホーム見てください。ホームのね、幅がすごい狭いということから、阪急ファンの中では非常に最強に怖い駅としても知られています。皆さんはこの駅来れますかね。そしてね、左側見てください。なんと京都線のね、普通列車に抜かされていきます。京都線には中津駅がないので、まあ、抜かされてもね、おかしくはありません。そして電車は終点の大阪梅田駅に到着しました。いや、真ん中のホームに入線するので、ホームの全体がね、綺麗に見渡すことができます。このように朝の時間帯はマルーンのね、輝かしい車両というのがね、いっぱい見られるので、個人的にはテンションが上がります。いや、支線の箕面線からご覧のように梅田まで乗り換えなしで行けるっていうのは非常に便利ですよね。でも実際は豊中駅で通勤特急に乗り換えた方が少しだけ早く大阪梅田に行くことができます。他にも阪急の今津線だったら宝塚駅から今津線を経由して大阪梅田に乗り換えなしで行く方法とかもあったりもします。しかしね、この支線に乗り入れる光景もね、見られなくなると思うと非常に寂しいですよね。この列車の旅も終わります。はい、大阪梅田駅に到着しました。乗ってきた列車は普通ひばりが丘花屋敷行きとして折り返し運転をされます。1日2本しかない箕面線直通の普通大阪梅田駅の動画はいかがだったでしょうか。この箕面線直通の大阪梅田駅っていうのは、やっぱり阪急の開設当初からある列車でして、やっぱりこの歴史が長い列車がなくなるのっていうのは非常に寂しいものです。また箕面線から今後臨時列車などを除いたら8両編成の列車が見れなくなると思うと、なんかすごい寂しいですよね。今後またダイヤ改正でこの箕面線直通の普通列車がね、復活してくれることを祈りたいものです。本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。